はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。ポケットモンスター、ウルトラサン、ウルトラムーン実況プレイ、よろしくお願いします。ちょっと動画時間投稿遅れちゃってるかもしれませんが、今日もどうにかあげます。はい、よろしくお願いします。ということで、今日はマンム、入れてみました。とりあえず、マンム一回試してみたいなってのと、ちょっと今、レートが落ちちゃってきちゃったんで、ちょっと、まあ、試すんなら今だろうな、ということで、スカーフマンムですね。オーラスの時の、努力値ぶりと特に変えてないです。で、調整とかは、使えそうだったらやろうかなと、あとって感じです。はい。まあ、特に型も変わってないので動きも変わらないかなといったとこですね。まあ、一応、スカフの素早さのライン的には、アーゴ4にとりあえず上取れるようなラインだったらいいのかなという感じです。まあ、あと陽気にするか、ジッパにするかは、まあ、そこら辺は大相談って感じですね。はい。じゃあ今日もやっていきましょう。よろしくお願いします。はい。対戦よろしくお願いします。えぐいえぐい。ちょっとえぐいっすな。えぐいパーティー来ましたなぁ。まあ、ヘラクレス、マンムーかなぁ。マンムー初手に投げてみて、ちょっとどうするか考えますか。はい、対戦よろしくお願いします。ちょっと今日、だいぶ負けが込んでて、もしかしたら動画上げられてないかもしれないんで、ちょっともし上げられてなかったらごめんなさいっていう話が上げられてなかったら伝わらないですけどって感じで、よろしくお願いします。ちょっとレートもがっつり100ぐらい落ちちゃって、戻したんですけど、もう戻しきれないみたいな。一番、ちょっと今、まあ、レートの辛いところを送ってる感じですね。さあ、武者この対面俺わかんない、まだ。全然やってないですけど。まあ、素直になだれでいいですかね。まあ、向こう水技押してきてたとしてもだし、まあ、バックできないんでなだれでいいですかね。っていうか、愚足武者自体久々に見ましたね。あ、勝てーのは知ってるけど、そんなに勝てーとは思わなんだ。それは予想外。それは予想外。めちゃくちゃ硬い。めちゃくちゃ硬い。ちょっと予想外ですね。これはまずいかもしれないですね。なんか嫌な予感しかしてなかったけど。まあ、ランドはいるだろうなとは思うんですけどね。かなり地面の一環が、取れてるんで、向こうサイドからすると。ランドロスがどっかしらで出てくるのかな、みたいな。これあれですね。初手、ヘラ愚足武者対面したら、まあでも多分これ、多分愚足武者捨てて、ランドルカリオみたいな、多分そういう感じだと思うんですよね。アーゴ4。アーゴ4。アーゴ4。タスキかじゃ。タスキアーゴ4。Z。うん。これはあれですね。あんまりヘラの耐久が結構高いんですけど。ていうか、アーゴ4対面は、これ初手でこういうのになった時も普通に突っ張るんで、文字も耐えるんで、確か。だいぶ美味しいですね。ルカリオ、これはまあ、悪巧みとか、いや、物理かな。剣舞アーダコーダが一番ですか。あとまあ、あれか、身代わりとかですかね。多分、まあ、絡め手がなければ勝ちなんだと思うんですけど、みたいな対面かな。こんなに打ってくるかただわかんないですよね。コメピー、はい。A が上がっちゃうときつい。大丈夫。大丈夫、オッケー。はい、取りるから、コメピー、当たらない。あ、まあ当たってもですね。A が上がるか動画だけですね。はい。怖いですね。ルカリオに対して安定的に、アーダコーダできる対面が少なくなってしまっている。昨今。なんかもう一匹ぐらいトリックルーム打てるやつ入れても面白いのかなとか少し思ってしまったりするわけですが、間違えた。はい。まあ、勝ちですね。はい。なかなか、なかなかちょっと苦しんでる様子を動画に収録するのは、なんか、いたたまれない気持ちが多いんですけど、まあでもなんかそういうところ、最近上げてる YouTuber 多くないんで、上げていってもいいのかな、みたいなことを思いつつ。はい、対戦ありがとうございました。まあそんな感じですよね。いやなかなかね、ちょっと、
本当にあと一枠をコケコとかに回した方がいいのかもなとか、いろいろ考えて、いろいろ試していく時期なのかもしれない。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、苦悩は続くが、まあ前を向くしかねえ。ただそれだけ、みたいな、そんな感じですね。コケコから入ってくるのか、どうなのか。コケコはでもあんまり通りは良くないですからね。あんまりなんかコケコが飛んでくる率は、ちょっと以前に比べて落ちた気はしますよね。で、まあ、コケコいるんで、コケコじゃないわ。まあ、ミミッキュいるんで、バレルは投げるとして、まあ、ラスイッチをクレセにするかどうか、ですか？って感じですね。そうっすね。いや、ヘラから入ってもいいのかな？ヘラクレスバレるかな？いや、でもそれだと、っていう気がすごいする。足でヘラ？ちょっと足で一発で行くか。行くか。はい、対戦よろしくお願いします。なかなか、頭使いますね、今日は。頭回ってないですね。ちゃんと、しっかり読み切らないとですね。ただ、とりあえずマンムー使ってみた感想としては、マンムーは多分、いらないかなっていう、気は正直してますね。さあ、どうしよっかな。この対面は、わかんないですね。何もわかんないですね。何もわかんないんですが、なんとも言い難い。ちょっと S 関係だけ見たいかな。あ、S は勝ってる。はい。こだわってません？直帰か。直帰か。うん、はい。いや、メガネじゃないのか、これ。入りすぎじゃない？さすがに。半減でこれって。やりすぎでしょう。いや、やりすぎでしょ、さすがに。あ、それ、バック。ルカリオ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 は、あれですね、ある程度、考えないとですね。足で一回バックで、いやもうこれはワンチャンスかけるしかないか？やるしかなさそう。まあ、水ゼット失ってもまだどうにか幅は効くと思うんで。いや、これ最速を期されるかどうかゲーですね。最速を期されたらもうちょっと辛そうって感じ。まず一旦確定。さーて。どうしようかなみたいな。でも、激流も入るんで。オッケー。いや、クレセバックでも、相手ルカリオなんで、意味ないんですよね。そう。で、なんか、まあ、先制、特殊ルカリオで、とか、あと先制技持ってない物理ルカリオとかじゃない限りは、多分クレセから入る方が握手なんで、難しいんですけど、ただどうだメガネか。ランドから来てくれるのね。ランドなのね。ここランドなのね。ここランドだったら、クレセ投げるでいいっしょ、多分。クレセあんまり役割ないですもんね、じゃないとね。トリックルームは多分張らなくていいかなって思う。自信、オッケー。で、ここは、ぴょんぴょんしていい。ぴょんぴょんすべき。しないべき。ここは、まあ、アシレーヌバックなんですけど、何がどうあがいたって。何がどうあがいたってアシレーヌバックだったら、一回取りって、そのまま素で、諸場に渡しちゃっていいかもしれないですね。メガネ、アリアが、って感じですけど。ちょっと苦しい乱数を抜けて、いかないといけないですね。はい。ここバレル。
もうワンサイクル回せると思うんで。そこですね。はい。シャドボ、おっと。オッケー。怖い、怖い、怖い、怖い。これは、ここはギガドレでいいのか。ランド出てきたらですもんね。足レの削っちゃった方がいいと思うんで。ギガドレ。足レ爆破。ランド出てきたら、ホースでオッケー。ですね。アシレーヌの体力はあと一発削れたら多分勝てると思うので。まあただそれは向こうも思ってる話だと思うんで、シャドボ持ってるのかって感じですね。やっぱメガネですよね、そしたら。ギガドレギガドレをした方がいいのか、なんとも言い難いですね、これは。まあ体力残しとく方が綺麗か。体力残しといた方が綺麗ですね、多分。で、向こうシャドボしか撃てないんだったら、多分バレルでどうにかなるんで。で、ムーンフォー歌方、霊美でしょ、多分。したら、霊美押してくるのであれば、霊美押してくるのであれば、足でにぴょんぴょんすればいいし、シャドボ押されるんだったら、モロバ取っとけば勝てるし、アリアはどっちでも多分撃ってこないでしょ。で、ムーンフォース押す、だったらモロバだから多分勝ちだと思うんですよね。はい。まあ、あとはランドロスが、この後に及んで飛行 Z とか飛ばしてこない筋。剣舞自身、まあ、多分大丈夫だと思うんですよね。はい。で、歪んだ地球が元に戻って、まあ、ここはギガドレ。ああ、まあ、ここの眠りは、まあ、寝てても寝ててなくてもですね。ランドがまあ、重い一発持ってるかどうか次第っていうところはあるんですけど、落ちないか。なんだそれ。回復？あ、ちょっと長引きましたね、試合が。孫か。あー、したら、じゃあここは、奉仕ですね。いや、ギガドレ連打でよかったかもしれないですけど。いや、でもギガドレ、一回ここ奉仕打っとくことによって、結局アシレヌに対して入るんで、ギガドレが一発。なんで、まあ、合ってるかな？ちょっと長引いただけで、多分対面的にはそんなに変わらないのかな。っていう印象ですかね。ただ、メガネモロバなので、あ、違う、メガネアシレなので、なんとバック、はい。ここが、ターニングポイント。で、まあ、ただギガドレが入ったんで、まあ、アシレ対面作れちゃえばアシレが上から殴れる。で、メガネレイビア多分耐えないんで、いや、これだったらあれか、こんだけ自信打ってくるんだったら、アシレーヌバック正解ですか？もう一回アシレーヌ戻されちゃう。あー、可能性もあるか。あ、全然あるな。いや、こうだな。こうだろ。レビ、はい。はい。で、ぴょんぴょん。はい。あ、OK、勝ちです。ふぅー、ちょっと、ヒヤッとする場面が多かったですけど、オッケーですね。いやー、怖い。なんか、今のタイミングはもう、モロバレル、で、負けだったんで、もう、なんか、モロバレル引くの多分バレてるんで、っていう感じだったんで、まあ、ここはレビレビで勝ちですね。オッケー。ちょっと爪、かなり寄せられたんですよ、一番最後。どうにかなったなーっていう。どこっすね。はい。ちょっと怖かった。単純に怖かった。はい、対戦ありがとうございました。ちょっと1700ちょっと戻せたらいいなみたいな感じですかね。はい。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。今週末、第2回、ポケモンウルトラサンウルトラムーン、ブルーの指振り大会開催します。いつも通りルールは変わらず、ツイッターの方にブロマガの記事載っけておりますので、ぜひ参加表明皆さんお待ちしてます。よろしくお願いします。今年は勝つ。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。